はいどうも、皆さんこんにちは、モッティーです。やっていきましょう。まあ、結局、一日今日やって、あんまりこう、上がりもせず、下がりもせずみたいな、なんか、何にもない平穏な一日でしたね。まあなんかもうね、うすうすね、2000無理なんじゃねえかなってもうだいぶ思ってて、もう、そろそろもう発売されて半年以上経ったじゃないですか。まあ多分ポケモンやってない人は やんなくなっちゃってる時期なんでね。もうだいぶ、上位層が狭まってきそうだなっていう感覚がしてるんですが、まあ、そんなね、所定言い訳はどうだっていいんですよ。アローから入りますか、これは。難しいな。難しいな。ガブ。ガルド。まあ、いや、でも、こうかな。いまいち水君の使い方が分かってないんですよね。でも馬車、ガブ馬車とかいたら、水君ハマるんじゃないのかな、さすがに。ハマらないのかな。で、アローとか。どっちがいいかな。アロー。まあ、馬車いるからあろうかな。はい。対戦お願いしまーす。いやー。あ、ピッて言わない。相手の初手は、ドラゴル、ドラゴルド G。ドラゴルド G。全然ガブリアスとかにしてほしいんですか。はい。あ、ねえ、言ってた。偉い人が言ってた。色違いガブは、ステロガブだって。言ってましたよ。うそー。マジかよ。はい。はい。いやー、困ったなー。困ったねー。どうしよっかなー。地震でしょ。ここ岩風とか見る。よくわかんないことやってこないっすよね。回れちゃっても別にアローでどうのこうのなんで、いいや。一回これは、禁止をしようじゃないか。はい。猶予ターンを与えよう。岩風、こーわ、マジで。あー、マジで。そういうことする。そういうことする。ほらー、ねー。わかりやすいんですよ、マジで。声震えてますけど、めっちゃ。めっちゃ震えてますけど。でも自信だよね、ここはね。怖いですもんね。水君とか投げます？ガルドはでもまだ仕事はできるからね。水君投げますか。これが握手なのかも。これなのなんか水君とクレセの違いなのかもしれない。うん。クレセだったらここ投げて全然インターでしょ。はい。はい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 。読めてはいるんだな。読めてはいるんですね。全然受からねえ。びっくりするぐらい受からないんだけど。嘘でしょ。そんなに受からないの。マジですか。あ、クレセだからやっぱだ、じゃあクレセ、スイ君の使い方がやっぱ、なってないのかな？なってないんだな。なってないの？物理タイプに、物理ポケモンに対して投げればそれでいいっていう。まあ一番最初の初手で、そっか、初手で多分スイ君を投げて、で、研埋されて、でも激輪だと多分ギリギリ落ちてないから、っていう感じなんかね。なんかちょっとそんな感じしますね。ちょっとちぐはぐですね、これね。水君の使い方ね。下手ですよね。自信、はい。いやー、ちょっとわかんないな、水君は。わかんないな。これだ、こういう動き方するんだったら全然クレセの方がいいわけですよね。多分、だから水君で起点にできるポケモンっていうのが何匹かいるから、そこをちょっと調べるか。で、それが、
なんかうまくいきそうだったら水君使ってくし、あ、別にいらないじゃんってなったらっていう感じなのかね。でもね、特殊の水って俺結構必要そうだったんだけど、レンゲ。いやー、配色濃厚ですかね。ちょっと水君の使い方がなってないっていう。やっぱクレセなのかなー。クレセは起点になるからなー。はい。はたきでしょ。めっちゃはたきやすいでしょ、ここ。うわー、ほんとになー、マジで。はい、からの不意打ち通らない研磨へ不意打ち。不意打つんですか、不意打つんですか。なんかめっちゃ読んでくるね、この人ね。やっぱ五つ目欲しいなぁ、やっぱり。五つ目欲しいなぁ。なんで不意打ってくんだろう。ブレバが怖いか。引っ込める、ラス1。誰？コカトリス。うん。落ちるよね。で、耐える。耐える耐える耐える。で、どうしようか。ここでもう一回、あー、そっちが出てくんの？あー、はあ、はあ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 。でもこれは持ってかざるを得ないよね。眼風ですもんね。眼風、ガブの眼風耐えない？普通のガブやん？ラス1が、ラス1対面になって、叩き。いや、いけると思うぞ、俺。目が、でもしかもダメージ入ってるしな。いや、いけるだろう。大丈夫だろ、これ。ラス1対面になっても。変な技とか変なことしてこなきゃいけば。延期場とか持ってる感じ？引いたところでね、地震が刺さってもあれだし。羽休めしたターンに地震が刺さってもあれだし。って考えて、じゃあ何もせずになんかこうして、変に握手引いて、あれだもんね。いけるよね？いけるいけるいける。大丈夫。耐えれば勝ち。はい。なんか持ってんのかな？必殺奥義を。なんかありましたっけ？なんかありましたっけ？相手からするとこう勇気の剣前なの。身代わりっていう、身代わりは、あー、ギリギリ晴れなさそうやね。だとしたら、不意打ちじゃれつく、剣前？剣前か身代わりか？はたまた両方か？あと炎の牙かぐらい？あとはたき？そんな感じ？そんな感じじゃないですか？はたき！耐えるでしょ。ひえー！ひえー！強すぎー。よかった、対戦ありがとうございましたと。ちょっとクレセにしようかな。水君はどのポケモンが起点になるんだ。水君の使い方が下手ですね。ちょっとそこの勉強をもうちょいしてからまた来週って感じかな。よーし、よし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 。